教材、生授業、フォーラムがオールインワンされたただ一つの受験アプリ、 N 予備校。こんにちは、 N 予備校数学科の小倉雄二です。国語担当の佐藤です。こんにちは。物理担当の内藤です。英文読解、中木翔太郎です。また、今回この4人でお送りしたいと思います。で、今回のお題はその N 予備校の、自分の担当講座の中 のおすすめ授業ということを、お題としてやっていきたいと思います。おすすめっていうのは、この時期に見るおすすめってことですよね。そうですね、はい、今回のこの時期に見るおすすめと、はい、じゃまずは佐藤先生、よろしくお願いします。はい、意外と自分が思ってたよりもなんか生徒さんの受けがいい、良かったっていう授業が、古典文法なんですけど、やっぱ古典はね、古文は文法からスタートにはなるので、しっかりとその辺は見てもらえてるなっていう意識があるから、僕も一応おすすめ講座としてみれば古典文法にしようかなとは思うんですね。はい、なのでずっとちょっと長いんですけどね、ちょっとこの期間ではちょうどいいかなと思いますから、1からずっと動詞から見てもらって、授業、生授業とかがね開始された時にはそれ全部身についてれば多分分かりやすくなると思いますんでね、古典文法が一応一押しということで、皆様、ぜひぜひぜひご覧くださいまし。はい、どうぞ。はい、じゃあ、物理についてなんですけれども、例えば、予備校生とか、あとは、力学がもう一周した受験生、高校3年生ですね、に関して言えば、2019年の、物理特別授業第2項をまずご覧いただいて、それで難しいと思ったら、2018年の物理アーカイブをどんどん見ていってほしいんです。で、逆にそれが理解できたぞっていう人も、その人たちは少し2018年物理アーカイブを飛ばし抜けてないかをチェックしてもらったら、2018年物理発展っていう、もう本当に演習だけの講座があるんで、もう問題をどんどん解説していくという形の講座になってるんですけど、そちらを、この期間に、できればなるべくもうどんどん多く見てもらって一周するぐらいの気持ちでやってもらうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、英文読解、生授業が始まるまでまだ、若干時間がありますので、この時期に各コースごとにあと解説動画ですね、用意してますので、解説動画見て、予備知識ですね、そこら辺をしっかり蓄えてもらえればと思います。っていうのが真面目な答えで、結構面白かわで言うと、ぜひ見てほしいのが、僕これずっとブログでも何でもずっと押してるんですが、2019年度の去年のアーカイブで、英文読解ワークショップ、第1個見てください。自分で言うのは、なんですか、マジで面白いです。英語の解説を全くせず、ただ読んで、その内容で爆笑するって、そんだけの40分です。これは本当に楽しみで、ぜひ見てください、これは。見よう。そして、さっきの、英文読解第1個、ミニの初デートというお話ですね、ぜひとも。で、先のことをちょっと、予告的に言うと、こうご期待です。今年度、ついに、生授業で、2学期以降ですね、英文読解、トップ。プレベルが今年開講されます。どんなことをしてやろうかな、ちょっとも今からもうね、楽しみで、僕のこのね、こうドウェスモードのもね、若干こうね、ふつふつとね、たぎっておりますんで、その辺もご期待でございます。以上です。はい、ありがとうございます。僕はそもそもちょっと、授業があまり少ないっていうのもあるんですけども、僕の場合はそうですね、この前、3月19日に行った、体験授業の方が、本当にこう数学、なんていうんですかね、本当に数学っぽいっていうよりは、こう発想というか、ちょっと面白いような問題を取り扱ってますんで、この時期としては、ぜひそれを見ていただけると、楽しんでいただけるのではないかというふうに思っております。スペル間違ったですね。あ、そうです。あった。クリエーションだっけ、確かに。なんだっけ。クリエーション。あった。見てましたよ。ありがとうございます。はい、ということで、そうですね、今後もですね、N 予備校としてはいろいろな、授業を、ね、行っていきますので、ぜひ皆さん、楽しみにしておいてもらえると、よろしいかなと思います。はい、それではまたお会いしましょう。またねー。
ネットで志望校一直線 N 予備校